死が個人の生活や人生を破壊する例というのは枚挙にとまがりませんし、それが社会にもたらす害悪も昔から常識としてされている。ギャンブルは賭博会長マクトトリーなんですね、カジノが。じゃあなんでそれが違法性が阻却されるのか、構成要件満たしてなぜ違法性を阻却するのか、正当行為っていうのが存在しない、違法性阻却事由が存在をしません。なぜカジノだけ賭博会長マクトトリーの違法性が構成要件に該当しながら阻却できるのか、ビジネスで金儲けでやってそれがなんで違法性が阻却できるのか、それは法律的に説明がつかないというふうに考えています。25年の最高裁判例も、博打、賭博というのはまさに公序良俗に反するんだ、健全な勤労精神を失わせる国民の大きな損失になる行為なんだということを明言しています。私たち今日お顔が見える議員の皆さん、一緒にずっと戦ってきておりますけど、そうじゃない怒りも賛成にもありそうな人をどうこちらに呼び込んでいくかという、ギャンブル依存症対策の議員連盟を作ろうじゃないかと。つまりこれイコールカジノ反対です。反対の自民党議員の厚生労働の人たちが中心になって、そこまでの動きになっていっているわけであります。この法律ができることによって何が変わるかというと、単に刑罰を受けなくなるというだけのことです。本質的に持っている公序良俗違反性、違法性は何ら変わらないということであります。このカジノ推進法案を審議をする内閣委員会に所属をしております。いくら期間を延ばしても、こうした国民の強い反対の広がっている法案を力で押し通すことを許さないと、そして戦争法案を廃案に追い込んでいくという、この2つを同時に皆さんと共に戦っていきたいというふうに思っています。大阪沿岸部にカジノを持ってくると、これにですね痛断を見せました。で、実際ですね大阪府と大阪市がこのカジノ調査費っていうのを組むんですけれども、これ半額になりました。大阪府はカジノ調査費は出さないと。国が人の弱みにつけ込んで金を巻き上げて、ヤクザの親分と同じように胴元になろうとするという発想がこの法律だと私は思っています。誠に悲しい法律です。横浜の状況なんですけれども、昨年市の方は1000万円の調査費をつけました。で、今年も1000万円の調査費がついておりますが、このカジノ法案をめぐっては皆さんの大きな運動の中でその問題点の浮き彫りとなってまいりました。依存症の問題だけではない。ぜひ、この集会を一つのきっかけに、この法律の廃案に向けてご協力いただければと思っております。ありがとうございます。